K13 型マーチは2010年に登場しました。デザインが高評価だった K12 型マーチの後継としてデビューした K13 型でしたが、なんとも中途半端なデザイン継承と、ノートキューブ T だといったコンパクトが揃っていたこと、何より人件費の安い対向上製の輸入車の割に値段が高く、K12 マーチほどの大ヒットとならず、タイ以外の新興国でも生産できるよう、いろいろな工夫がされ、 新マーケットを狙いに行った日産グローバルを体現したモデルでしたがターゲットだった ASEAN アアや中南米の新興国でもそんなに売れた話は聞かないので一体 K1 さんとは何だったのでしょうかしかし車としての走行性能や使い勝手は向上今回はその使い勝手部分を紹介していきますまず前席周りから見ていきます前席への乗り込みからです 意外とドアが重いです。自然と乗り込みできます。90度とまではいかないですが、ドアは大きく開きます。自然な動きで降りることができます。運転席です。シートは固め、座面長さはまあまあです。シートの高さ調整を見ていきます。日産恒例の座面の見上がるタイプです。 いい加減、この方式は絶滅してほしいところですね。という間に一番上です。上方向は3センチほど上がりました。前方向も3センチほど進みました。毎度言っていますが、この方式は腰の位置がずれるため、調整幅が大きくても、なかなかぴったりきません。聞いてますか、日産。続いてはステアリング調整です。 上上下下方向のののチチルトのみ。こちらも、3センチほどの調整幅です。シートは K12 と比べてサイドサポートが像固めの座面でかもなく負荷もないシートとなりました7万 5000km 走っている個体ですがシート表面が他者をよれているくらいで座り心地のへたりは感じず K12 のデザイン優先シートからこの実用車シートへの振り幅がすごいですこの瞬間が日産車ですね続いてはインパネを見ていきますこちら K13 マーチ丸いバブリーな内装ですこちら K12 マーチのインパネです比較してみますとデザインは K12 の方が頑張っていました収納は k 一さんの方がドリンクホルダー数などで勝ります。質感はどちらも低め。私的に k、k 一さんの方がほんの少し上。k 一にはパッと見おしゃれ。が、近くで見たり触ったりすると残念。では、k 一さんのインパネ詳細を見ていきます。ステアリングとメーターは、特筆すべきところなし。最上級の G グレードだと、タコメーターやタイヤの切れ角ガイドがつきます。 でもでもだけど軽自動車にも TFT メーターディスプレイがつく昨今現行車として古さは否めないシンプルかつプリミティブなものを求める人にはいいかもさて続いて見ていきましょう丸いエアコンルーバー360度回転も全開閉もできる優れた作りですドアミラー調整スイッチなどです ボトムグレードなのででスイッチははされています。す。ペダル配置は普通です左足のフットレストプレートはついていないですが足を置く長方形スペースはあります正面には丸いルーバーが2つ下にはハザードさらに下にはナビが取り付けできるツーリンスペースナビの位置に古さを感じますとはいえルーバー位置が高い方が 後席に風を送りやすいのでこれもありですエアコンはこの S と一つ上の X はマニュアルです G グレードだとオートになりますがノートキューブと共通の丸いデザインのオートエアコンはちょっとごちゃごちゃしているのでこのマニュアルもありですエアコンの下にはドリンクホルダー2個と携帯かスマホ置き場があります 中央部が外れて大きなトレーになるということはございませんでしたここには蓋がなくなったアクセサリーソケットシフトレバーは K12 と似たデザインですシフトパターンには D と R に謎のいしがありますここだけ凝っているので意表をつかれますシフトレバーの奥には薄い小物入れとハンド式のサイドブレーキ この装備で再ドターンも可能です k さんのインパネで一番目立つこの助手席側の丸 X 以上のグレードだとインストアッパーボックスとして物入れになっていますそれにしてもこのプラ表面の粗さはどうにかならなかったのでしょうかこの車の発売前にプラの脂肪表面が細かければ細かいほど 人は高級感が高いと感じる。だから、うちは高食感内装コンセプト素材を開発しました。というプレスリリースを出していたのに、出てきたのがこれでずっこけました。こちらティッシュなどを置けるスペース。そして、やや小さめのグローブボックスです。その奥には発煙筒があります。この位置でいいのかという疑問はありますが。 手動の防限機能付きミラーです。日産おなじみの豆電球ルームライト。サンバイザーですが、S グレードなので、チケットホルダーもミラーも何も付いていません。X 以上はミラーが付いています。では、続いてドアを見ます。当時の日産おなじみの丸ドアハンドルと、小物入れ付きアームレスと、ドリンクホルダーと小物入れです。 卒のない作りです。インパネ周りは以上です。特徴はないですが、エアコンや収納については、使いやすい配置になっています。続いてリア周りを見てみます。リアドアです。四角いルーフラインと、K12 的な丸リアドアラインが、いまいち調和していないです。随所に、K12 的な衣装があるのが中途半端ですね。 後席に乗り込みます。乗り込みはしやすいです身長170センチの私が座って足元スペースは十分。座面はやや短めです座り心地はヤリスの方がいいですシートバッグの長さやシートのクッション性で差がありますとはいえ高めに座るので前がよく見えます さらに、窓が大きくて明るいです。ロードノイズに負けない声で喋る必要がありますが4人でワイワイ旅行するならこちらかなディアの収納は少なくドアアームレストの小物入れと中央のカップホルダー1好みですとなると快適なのは3人までですねさてに室を見ていきますがその前にこの飛び出たテールランプ テールゲートと面位置にすればいいデザインになったと思います残念そこはしょうがないのでバックドアを開けますすごく軽く開きます動画を取り損ねたのですが荷室には買い物カゴが縦にギリギリ入るサイズスペースは経営により進化やりすぎなんです荷室を広げるためにシートを倒します シートベルトを取り回し、ヘッドレストを格納。段差はできますが、結構広いです。段差のところが安物心。床下には、コルクボードに車載工具とスペアタイヤ。スペアタイヤレスにすれば、広い床下収納ができると思いますが残念。バックドアの開閉はすごく軽いでです。でも余裕です。 この部分や、広い視界など、女性向けの部分と、商用車的武骨な部分が同居する不思議な車です。では子供アイテム適性です。B 型ベビーカーを縦積みしてみます。ギリギリ入りませんでした。斜め積みはなんとかできました。 横積みは問題なくできます。続いてチャイルドシート取り付け適正の確認です。ドアが大きく開くのでシートを持ち込みやすいです。完了。かなり取り付けやすかったです。ただ、痕跡スペースの余裕はないので、助手席シートは。 前に出すかカバーをつけないと子どもの無慈悲キックを受け傷つくので注意です荷室と後席スペースはもう一歩ですが窓が大きく明るいので子ども適性は60点風景を見るのが好きな子どもなら楽しめるかとということで見てきました K13 マーチ大きな窓による明るい室内としっかりしたパッケージング ロードノイズとシートリフターと先進装備以外は、まだまだ商品力があります。そこが重要という話ですが。とはいえ、発売当初からパッとしなかった K1 さん。他のコンパクトカーがあった、体制だからなど言われましたが。新興国で作れるようにした制約なのか、k 1にほどデザインに振ったわけでない外装。とはいえ、男性が乗るには甘めの外装。 女性向けとは言えない荒めの内装新興国で生産することが最大の目的となってターゲットユーザーが曖昧になった感があります次の K15 マーチはコンセプトを明確にしてリベンジを期待したいです個人的には K12 から走りパッケージが進化しているので結構好きなのですが惜しい車です以上現場からお送りしました 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録やコメントお願いいたします。次回をお楽しみに。